足引く横浜でライブをするっていうのが決まったのが、まあ、2022年の本当春ぐらいに、来年の春にやりますっていうのが、まあ、いきなり決まって、まあ、もちろんその時はどんなライブになるかとか、どういうセットリストとかステージングとか全くそういうのは、まあ、イメージもなかったし、まだ決まってない段階だったんですけど、それでもやっぱりこの8年目にして史上最大のキャパでライブをするっていうのが本当に今まで感じてこなかった大きな一歩をこう実際に踏み出せるっていう、なんかそれが一番大きく自分の中では感じて、なんか本当に8年間9、7年間とか7年半ぐらいの集大成だから、やっぱりそれを感じさせないといけないとは思ってるんですけど、でもなんか本当にすごい最近思うのは、こう本当どこでも同じことしようっていうのはめっちゃ思ってて、なんて言うんだろう、大きい箱とかも関係なくて、お客さんがいなかったとしても多分同じことしないといけないんだろうなっていうのは、そのメンタリティみたいなものは多分ずっと持ち続けようって思ってるので、なんかリラックスして僕は楽しめればいいと思うんで、まあミラーがそうだったように、本当にこう最初から最後までライブを作るっていうところにおいてもそうだし、うん、携わり方が本当に今までで一番自分たちのなんかこう手の込んだライブになるのかなって思うので、すごくなんか今は丁寧に前に進めてるなっていう感じではあるんですけど、でもそしたらモニターチェック1サビか2A か、あ、まあ、最初から全部歌ってずらっと、はい、あ、じゃあ頭からワンコーラスぐらいかけて、はい、あ、でも2コーラスの自分のところもちょっとやりたいんで2コーラス過ぎぐらいで、あ、じゃあ2番サビいっぱいぐらいまで、そうですね、お願いします。早く晴れたらいいな、そうつぶやく君、 My pounding heart You'll never know 気づきもしないぜ、もう少しだけこのままで君と二人で踊る Rainy Romance I'm just listening to I'm only finding out to you Can't escape out。じゃあなんか最初の1行目と最後割とニュアンスな感じで、そうだね、気づきもしないでのとこはちょっとなんかがなり、そこだけなんか入れたくて、あ、いいと思う、いいと思う、それがうまくいくテイク取ります。そうだね、その辺いろいろ試しながらでいいんで、言ってみて、はい、お願いします。 Pounding heart You never know 気づきもしないでもう少しだけ。やっぱり音楽シーンとかってこう常に動きがあるわけで、でも例えばこう動きを作る人って必ず現れるわけで、基本的にはその流れに乗ったものをみんなは多分体現していくのが自然な流れだと思うんですけど、そういう状況の時にふと現れたこう独自性を持った人が新しい流れを作るってことは、こう前例がないものを挑戦してそこで中心に立てる人っていうのは必ず現れるわけで、でこうスーパードラミクスチャーっていうこう、まあ、大々的に掲げているこの大きな土台があって、それはやっぱりこう時には世間の流れだったりとか刺さる音楽から外れることはあるんですけど、でもなんかそういうふと現れてこう風を起こすような人たちに俺らはなれるなとは思うので、なんか流れに乗りすぎてこうスーパードラゴンの色が消えるのは僕は嫌なので、そこの流れにこう乗るってよりはこうより自分たちの自信のあるもので新しい風を
吹かせられる音楽を作っていきたいなとは思うので、まあ、そういう意味だとこう確かに変わらないためにこう音楽を作るっていうのは多分スーパードラを守るっていう意味ではそうだと思うんですけど、ただこの時代の変化とこう例えば逆に真逆のことをするとかそういうものが急になんか新しい風を起こすっていうのは今までの音楽シーンでもあったので、そういう意味だと逆に変わるべきところっていうのは部分的にあると思うので、まあね、僕らがやっていく以上こう自分たちがとにかく納得いって、本人の9人のうち誰か1人でもね自信がなかったりこれはかっこよくないっていう音楽はもうしたくはないので、9人全員がこうかっこいいという思う音楽をミラーももちろんできたので引き続きやっていって、こうスーパードラゴンが新しいこう風を吹かせられたらなって思いますね。チャップチャップチャップ Come on, throw it up, top, top, the beat. Let's get shot out. Go on, everything, top, 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 the beat. Top on the beat の歌い方なんですけど、Top on the beat, top on the beat みたいな。三つ目のタップで。Top, top, top on the beat っていうその、そう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 、そこのニュアンスが多分切ると。リズム逆につかみにくくなっちゃうかもしれないから、ちょっと伸ばすくらいの気持ちでザの前言うと、割とヨッケさんはそういう風に歌って、多分それが割とリズム取りやすくなってるからだと思うんですよ。タタタタプのところがなんか、タタとプの間にちょっと棒線が入ってるみたいな、タープなビーみたいな。じゃあそちら踏まえてみて。ちょっと逆にプー忘れてる。当たり前なんですけど、もちろんスパダラのそのパフォーマンス力を上げるっていうのは日々ちょっと考えないといけないなって。まあそれはあくまでも当たり前なんで、そこから自分なりにどう楽しいに持っていけるかっていうのが一番やっぱりステージ立つ上で大事なんじゃないかなって思うんで、そこをまあ、ね、まあ、楽しい、いろんな楽しみ方があると思いますけど、もちろん団結しつつ自分の中でも気持ちが上がるライブをしたいなと思ってるんで、ずっと、まあ、そんな感じです。たっぷり使う感覚でもいいのかもね、うん、ちょっといろいろ試しながらやってみてね、うん、はい、はい、どうも僕の母さん、Hey, I feel like I'm walking through Paris in the 80s. 寂しそうな顔してる Lady Yo. 君と僕の空間、I make a stop you. 暮れ時土砂降りの City で make love. あ、いい感じ。なんかリズムすごいハマってる感じがします。うん、これも完全ジャンクンワールドが作詞してる。Trust me, babe. 3番。Me too. I feel so.Open up right now. Just once. Turn to me. Just once. What do you wanna talk about? 距離がスーパードラゴンとの距離が近くなるのかなって思って、本当にいろいろとなんだろう、赤裸々に書いてる部分もあるし、なんか格好つけてるし、格好つけるかっこよさとありのままのかっこよさというか、両方見れるのかなって思います。人の、僕は別にみんなの人生を変えたいとか、みんなを導くとか、そういうことはあんまり超思ってるわけじゃないんですけど、なんか俺はこう思ってるから共鳴した人だけ手挙げてねっていうスタンスなんで、
だからそれが伝わるのは嬉しいですね。本当。自分のこの手で、自分のこの手で、自分のこの手で帰るんだ。Let me now. I won't say no more。 あ、いい感じ、いい感じ。踊れチャップチャップ夜が明けるまで We don't care, we go change 今見せてやれ、もう一回これ聞いとく、もう一回聞いときます。胸を張ってこれがスーパードラゴンだって、やっとなんかこの一枚で今の今表現しきれる、しきれたことがすごく嬉しいというか、この一枚を持ってよりやりたいこととかやらなくてはいけないことが明確になったなと思うんですけど、力強いけど本当にあったかいアルバムになったなと思うんですけど、それを自分たちでここまで作り上げられた、もちろんスタッフの皆さんだったりとかいろんな人たちの思いが加わってるんですけれども、やっぱりこう込めた思いだったりとか一つ一つ一曲一曲に対してのその精神性とかマインドみたいなものが本当にこう自分たち発信のものが多いので、それが何よりも嬉しいですね。うん、はあはあ、変えてやりたい。闇は沈む背中には希望が輝く。ルトだ、すいません、もう一回お願いします。はい、ボイボイひっくり返すように黒も白に変えていこう。掃除からムーブオン、ただずっと追い求めてきたこのレボリューション。 I wanna be your hero、 時は動き出す、このハートを掲げてるぞ。 Like a me。 あ、これもいいね、ちょっと仮に繋いでみていい？捨てざる後悔、戦うなら覚悟を決めろ。ちゃんとみんなの思いが乗って、そしてみんなの元に届いた作品っていうのはやっぱりやりがいとか、そういうスーパードラゴンでこう活動してきた意味っていうのをなんか今まで活動してきた中でもものすごく大きく感じましたね、今回のアルバムに関しては。うん、すごいいい作品だなっていうふうに思いますね。なんかやっぱり自分たちで愛情を込めて作ったからこそ自信を持ってこう皆さんに提示できるし、僕たちが自信を持って作ったものを皆さんはもっとより愛情を持っていろんな人に届けてくれたりするんで、なんかそういうつながり方ってすごいいいなと思ってて、なんか今後のスーパードラゴンの音楽に対してもより前向きというか、より未来が見れるような作品になったなというふうに思います。7 8 1 2 3 4 5 6 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 7 8 1 2 3
ワン、ツー、スリー。フォー、エン、ハイ、キリリ、キリ。はいはい。僕はやっぱそのダンサーなんで、よりダンスのことは意識しましたね。なんかやっぱりこう、上には上がいるじゃないですけど、それこそ、そうですね、本当小さい子でもめちゃくちゃ上手い人いますし、あの小学生の子とかが、あの高校生とかがいるようなバトルの大会でガンガン優勝したりとか、ダンスのレベルってこんなに日本今上がってるんだって思って、で逆に怖くなりましたね。なんか僕がダンスやってた頃、まあ、もう僕小3からダンスやってるんですけど、僕がダンスやってた頃って周りにダンスやってる子なんてほとんどいなくて、 YouTube 探したらもう本当にレジェンドって、今で言うレジェンドって言われるようなダンサーさんたちしか動画出してないとか、なんかあさっても出てこないみたいなことが多かったんですけど、なんか最近はやっぱりそのいろんなブームの煽りを受けて、半端なくそのダンスやってる子たちが増えて、なんかダンスに興味を持つ子たちが増えて、そのダンス業界全体のレベルがどんどん上がっていってるんですよ。どんどん上手い人たちが増えるって、それだけやっぱその自分たちのダンスの技量がバレるってことじゃないですか。だからなんかそこで、でも僕らもその時間とお金をいただいてる身なんで、そこでダンスはいいやって妥協したいだとか、これぐらいでいいやっていう妥協は絶対いらないなと思って。なんだろう、現状、自分たちの現状をやっぱ見て、なんかもっと投げやしょうねらっていう、まあなんかメンバーそれぞれに火がついたって感じですけど、まあ、まあ多分火ついてたと思うんですけど、それがもっとなんか豪華になったっていうか、自分の見つめ直すところっていうか、なんかあやっぱここはあかんなきゃだよなとかは、やっぱなんか体力というか、すごい普通にパフォーマンス面でもう踊ってるっていうのは重々承知してたってところなんで、なんか、まあ、本当ほぼ毎日走るとか、まあ、基本的なトレーニングは、まあ、なんか、まあ、話すことでもないですけども、まあなんか、なんだろう、やったりして、結構やっぱどう、なんか踊ってる時の鏡の自分と動画で見る自分結構違うんで、あれこんな力抜けてるように見えるんだみたいなのが結構あるんで、やっぱなんか癖なのかな、なんか治らないとこもあるんで、なんかまあそこはとか、なんか本当動画見て自分に見つめ直すみたいなとかやっぱ多いですし、なんか自分を客観にするのが苦手だったんで、なんかでもやっぱ自分見て見つめ直して、本当見つめ直して変わっていかないとダメだなってのがあったんで、動画、自分のダンスの動画見てとか、まあ、あとなんか近所にそういうなんか踊れるとこあるんで、そこ借りて、なんかほんと新曲の時にそれをちょっと踊って見てみて、で先生のコピーと横を重ねてみて、やっぱこういうのが違うんだよな、どうやんだろうなとか、なんか自分の中でなんかそういうの考えながら見たりとか、あのフリーレの時とかもやっぱトモヤとかヒロマめっちゃ力強いんですよ、踊りの。で負けたくないなってすごい思うんで、なんかもう隣に来て、おやべえめっちゃ勢いあるって思ったもんってやったりみたいな、なんかまあなんかそういう競争心、まあなんかでもそれはなんかメンバー同士で高め合っていけるところなので、お互いなんかそういうところはなんだろう、ちゃんとバチバチしてていいのかなって、まあなんかワイワイしてるだけじゃんちょっと今までと変わんないと思うんで、なんか僕もなんかほんと昔はなんかそこでわあすげえみたいな、わあって感じだったんですけど、なんか最近は負けたくねえなーっていう気持ちの方が強いんで、まあもっとね努力しなきゃいけないんですけど、
PPT は熊くんのところからもう喋り解放するサービス。そのスパドラの良さってなんか枠にはまらないというか、なんかそういう型に縛られないっていうのかな。本当にいろんな楽曲のジャンルに挑戦するし、それこそサードアイデンティティぐらいから本当に多ジャンルに、ダンスもそうですけど楽曲も方向性とかもすごく挑戦してきましたし、そういう意味でなんかミクスチャースタイルって本当に武器にもなるんですけど、一方でなんか自分たちのスパドラの軸っていうものが固まってないと、しっかりとなんか どういう方向性に行きたいのかブレてしまう危険性もありますし、結局何を伝えたいかって、そこのメッセージ性とかもすごく大事だと思うので、そのまあいろいろと何に似ても化けれるスパドラではあるんですけど、しっかりと根本というか軸にはまあスパドラらしさみたいなものがある、必要がある、あ本当になんかある必要性を感じたので、そこでまあもちろん楽曲もそうなんですけど、その振り付けだったりパフォーマンスに関してもそこの部分で、まあ、自分たちが実際にステージ上に立ってブルーのみんなにパフォーマンスしてきたからこそ分かるスパドラらしさみたいなのはあるので、そこはしっかりとこの先もずっと楽曲の要素の一つとして取り入れていきたいなっていうふうには考えてますね。せーの、5、6、7、8、ボーン。
ジングからタップタップタップの頭までいきますね。はい、コマさんよければ OK です。はい、じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、ゴー。ずーっと繋がれない、繋がれない
多分距離感ちょっと変えてますよ。変わってすぐ長さはあのゴムの許せる限りの長さにしてます。外側が長い、まあ、この真ん中もこれじゃんってしちゃってつけちゃうかな。いや、どれでもないですよ。ここの一応長さはこんなに変わってなくて、大きさだけ結構長めに。はいはい、どうするほどこれね、これさ、大きさで作ったのがいいかな。でも本当ですね、通すだけになる。あ、通すだけ、通すだけ。こっちも使うから、今は。輪っかの大きさを。楽しい。楽しい。通じる感じになればいいかなと思ってるんで、そのためにできることを、まあ、別にどんな体制であろうと今までもやってきたので、なんだろうな、薄っぺらい言葉しか出てこないんですけどまあなんか誰もが知っているかっこいいグループみたいな、そういうところですかね。まあ、かっこいいにもいろいろありますから、 そのいろいろが、まあ、9人でそれぞれの良さがありますから、そういうのをなんかかっこいい、そう、総合して、かっこいいグループっていうところで、まあ、誰も知ってる存在になれたらいいのかなって思いますね。その先、ミラーも含めたその先みたいなのを、まあ、そのなんか、全体として見たときに、その一部の中にミラーがあるのは、もちろんありだと思う。ミラーのその先みたいなのをちゃんと見せれればいいのかなとは思いますね。まあインフィニティもなんか、まあ今までやったことないこういう組み合わせみたいなところがあるんで、そういうところも含めて、あ、こういうこともこういう表現もできるんだとか、まあ、こういうこう、まあ8年目っていうのもあるけど、8年目にして初めて見る顔があるなっていうのを感じてもらえるのが多分一番だなと思ってるんで、まあ、そういう意味でもなんか、まあ無限の可能性みたいな、